ゃねです。ゆうちゃん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 と遊ぼゲームズ。はい、ゆうちゃんです。よろしくお願いします。今日もリアルタイム対戦やっていきます。はい、やっていきましょう。よし、やっていこう。意識込めろ。指先確認。面白いやないかい。いや、最近ですね、生配信できてなくて申し訳ない。これは本当に申し訳ない。生配信できてないっす。はい、何があったのか、リュウちゃん。シンプルにですね、残業だ。普通にね、就職いたしました。まあそこで、ちょっとね、残業、サービス残業とかじゃなくて普通に残業代はつくんやけど、なんていうかな、なんかもう普通になんか8時9時とかに終わって帰ってきてみたいなっていうので、ちょっとねできてないです。はい、申し訳ない。そして11時ぐらいには一応ね、就寝したいんで、次の日の仕事もありますんでっていうことで、ちょっとね、生配信ね、もうほぼほぼできてない状態となっております。これは本当に申し訳ないです。はい、まあまあまあ、その中でもね、ちょっとね、動画撮影っていうところもちょっとしながらっていうところで、本当に生配信楽しみに待っている方申し訳ない。まあ、土日とかね、その辺でできればなと思っております。はい、ちょっとまだね、わかんないです。で、まあ、確実に土曜日休みとかでもないので、ちょっとね、まあまあまあ、私にちょっと時間がありましたら、どんどんしていこうかなと思います。時間をね、作らなあかんのはわかるんやけど、ちょっとね、作れてないのも申し訳ない。こうね、この動画撮影もしながら、編集もしながらっていうところも踏まえ、生配信マジで少なくなっております。まあ、このね、横動画見て、ちょっとでもね、私リュウちゃんとやりたいなと思った方いれば、またね、生配信、私がやった時にぜひ参加お願いします。みんなでできるような、ゲームやっております。まあ、プロスピンもね、ルーム戦、リスナーさんとできる、まあそういう企画たくさんしていきます。あと、フォートナイトとかね、頑張りますので、ぜひ待っててください。一応ね、仕事の方はですね、介護の方、はい、やろうかなと思っています。一応ね、介護福祉士っていう資格、ね、持ってて、まあまあそれ使ってね、まあ、あといろいろねあるけどね、フォークリフトとか溶接とか、なんかいろいろ資格は持ってるんですけど、まあまあその中でね、まあ、介護を選んだ、まあね、もう絶対になくならんだろうなっていうところですね。はい、でちょっとね、やっぱ事務系のね、各作業とかもね、含まれてて、まあ、そういうのも覚えつつって形で、やばいな、ちょっとノーアウト満塁、残業となっております。はい、まあ、もうちょっとね、しっかりできたらなとは思うんですが、はい、まあまあ、ぼちぼち頑張っていきます。応援よろしくお願いします。いや、ちょっと待って、これ試合やばくないか、マジで。ちょっと集中せんな、やばいかな。ホームゲッツーが完成する、ペルドさん、ナイスツー、ナイスツー、ありがとうございます。さあ、これはどうだ。オッケー、ノーアウト満塁のピンチをゼロ点。ラッキー、これは勝たなあかんな。ちょっともう一点欲しいぞ。さっきみたいに打たれる可能性特大にある。まあ、正隆さんなんでね、しっかり打っていきましょう。これが正隆さん、早くワールドシリーズの正隆さんに変えたい。 OK、 菅野さんワンチームもうちょっと投げてきたら俺打てんのにな。シュート、ボールダメ、しもったいねー。 OK、 行きましょう。もう1点欲しいぞ。きっちり役割をね、果たしたいですよね。そうですね、起用に応えたい。ボール球って分かったのに話してもらえた。どうしよっかな、出んのかい。まあいいや、坂本さんこのまま行こう。森さん、チャンスないよな。チャンスないよ。
いやでもな、好きやからな、使いたい、うん、輝けるところで使いたい、うん、あ、はい、ですよね。俺マジで嫉妬多い。あ、まあベストピッチャー出る出る。ちょっとやばいな。オッケー、ゲッツーが欲しい。わーお、いい。リンちゃんと遊ぼ。さあ、ちょっとね、勝てなさすぎてですね、あの設定、はい、こちら打撃カーソル4にしてみました。5でした。5から4にしてみました。うん、今マジで今っていうのも、はい、またねプラチナランク2に下がったんよ。で負けて、いやこれダメだな、何か変えよう、何を変える、ちょっと感度をいじろうで、ね、まあコメントでもありましたしね、ちゃんと感度をいじってみればっていう、うん、っていうところで感度1マイナスしたんですが、これがどれぐらいこう試合に影響してくるのかやってみたいと思います。でもしね今日ね結構打てるんであれば、ちょっと感度4っていうのをね練習しようかなと思います。はい、感度4。なんかさ、みんなどうなんやろな、なんかタブレットでやってる人はまあ5がなんか多いんよね、まあ、中にでもね3とか4とかもおるんやろうけど、みんなどれぐらいなのかな。 iPhone やったらどれぐらいなの、 iPad の方、ちょっとみんなね、あの自分の感度、あの私どれぐらいですよみたいな感度の教えてほしいです。俺4で打てるんかな。 OK、 とりあえず感度4チャレンジしていきたいと思います。 OK、 4あんまり変わらんよな、変わるんかな、4と5。いや、まあまあまあ、引っ張れてるし、悪くはないかな。まあ、もっと引っ張った方がいいけどな、ストレート。まあまあまあ。一気に下げたら、3とこまで下げたら良かったかな。そう、これぐらいいい感じで当たれば。ね、4でもやっていけるんじゃないか。いやー、今のはタイミングが遅すぎた。OK、神様、行きましょう。感度4どうなるの、なんか感度のせいで振り遅れるとかないと思うんやけどな。どうだ、はい、これは抜けていく。お、三塁打いく、神様三塁打、ありがとうございました。今の打たなあかんな、でもな、あ、ボール球、ヒット。なんかまぐれっぽいな。うん。でもちゃんと緑の、このミートポイントに、このここに近く、ちゃんとね、こう、重なってるからヒットになるんだろう。ならんかったわ。おぉ、チェンジオフピース。これで、ストレート取って。はい。これね、これがあったら振らなあかんくなるんよ、このフォークも。はい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 。しょうがない、うん、で、浅村さんのこの応援かっこよすぎん、うわー、源田さんでも取れないのか、打ち上げてくれ、打ち上げすぎー、やばい、一発逆転された。まあでもヒットは出とるからな俺、うん、4でもヒット打てるんやな、4の方がいいんかな。だからこれ何が良くて何があかんのか全く分からんのよな。3とかにしてみる、これヒットになるんや、これ感度のおかげなん感度のおかげなのか、惜しい、やってもったー、最悪、感度どうなんだ俺、4なのか5なのか、ちょっと読んで慣れてみるか、それしかないもんな。感度が遅いから振り遅れるとかってないよな、絶対あんま変わらんよな、この感度の話で言えば。どうなんやろ、ダルさんを打てればいいだろう、
感度4でも。おお、でもほんまに感度4の方が、あの緑の丸にちゃんとさ、このミートカーソルにちゃんとボール入ってる気がする。なんかあんまりめちゃめちゃずれてるぜっていうのはない気がする。ツーシームに貼ります。シンキングスプリットやったー。今ので多分ツーシームに絞ってるんバレたよな。ボールやったー。ダルさんすげー強え。ミートちっちゃ。ファンド4になった俺なら打てるはず。いやー動きすぎだろ。ボールはダメー。OK。ちょっと感度4どうなんだろうな、ほんまに。どうだ。いやー長径刺さる、刺さっとる。 いい感じには捉えとんな。ちゃんと芯に当たってる音がしてる。うんうん、まあまあまあ、あとはタイミングやな。俺ほんまにタイミングだけやと思うわ。もっと早く振らなあかんねんな。ちゃんと引っ張らなあかんねんな。はい、オッケー、ちゃんとヒット打った。危ない危ない、またノーヒットで終わるとこやった。ボールだな。やばい、2点取られた。そして全出しのダルさん、えぐい質。もう最悪マジで。感度4でも打てないじゃないか。変わらんくね。いや、このストライクボールの見極めせな、マジで無理だな。振ってもうた。今日ダメだ俺、今日ダメだ。感度の問題じゃなくダメだ。ちょっとでもね、感度4慣れてみるわ。うん、ちょっとこれから、うん、感度4でやるわ。3連敗はやばい。こういう時はね、やめた方がいい。ということで、ちょっとね、みんなのね、感度教えてください。どれぐらいでやってますか？ほんまにね、多分マイナス5から5まで、この10段階あるはずなんよ、感度。みんなどれぐらいか、ぜひコメント欄で。この動画が面白ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。バイバイ。お疲れ。